おはようございます、磯丸です。磯丸の成り上がり街道録というわけで、本日は3連戦の2日目。昨日新宿、東京の新宿からビューンって帰ってきて、名古屋の近くの愛知県の知立市にやってきてます。エイパンクラブ覚えてますかね皆さん。あのめちゃくちゃいい店、僕今んとこ負けてんすけど、なんで今日は相当楽しみにしてます。バラエティめっちゃ強いんで、今日はもう好きな台を打って楽しくやって帰る、それが目標今日は。じゃあ、恒例の YouTube のコメント返しの方させていただきたいなと思います。ちんのこさん、はい、滑舌悪いんじゃボケ、 YouTube で稼いだ金で歯を矯正してください。あ、ごめん、稼げてないよね、仕事した方がいいよ。めっちゃ悔しいYouTube ってなんすか、本来稼ぐもんなんすか。まあでもそうか、みんな YouTuber っていうのがある時代ですから、やっぱり。まあでもこれもお仕事なんで、一応お仕事はしてると、そういうことですね。はい、次、直松さん、はい、だんだん高評価増えてますね、頑張ってください。お金ください。え、もう一回言ってもらっていいですか。だんだん高評価増えてますね、はい、頑張ってください。お金ください。お金くださいってなんだよどういうことですか、お金くださいって。最初の2行はね、割とあ嬉しいなってなったんですけど、お金ください、あげません、僕はあげません。はい、次、ナチュラルポックン、はい、磯丸くん、出っ歯違うよ、バービーやん、かわいいやん。マジっすか。バービーもでも、もうみんなバカにしてませんまあいいけど、まあでも、うん、出っ歯じゃん。僕もギリギリセーフやと思ってるんですよね。まあ一回もう歯のことはちょっと触れんとこ、マジで。もう強制してくるわ、じゃあもう。こう次からね、なんか針金みたいなやつつけてきますわ。で、YouTube。じゃなくてごめんなさい、磯丸の成り上がり街道録で突破しなければいけない目標3つ、それがこちら。フォーも最近めちゃめちゃ増えてきて、すげえ順調に上がっていってるんで、まあ毎回これ言ってるんですけど、本当皆様のおかげです、ありがとうございます。 YouTube のコメントの方も、まあ、ちょっとね時間ある時にパパって返していきますんで、コメントの方してもらえたらなって思います。じゃあ今日も行きますか。皆さん何やるか分かるですよね。最近ね、ちょっとツイッターとかでもこれのね動画を上げてくれたりしてくれてる方がいて、めっちゃ嬉しいんですよ。じゃあ行きます。今日も一日成り上がりです。行くぜ、よしよしよし、行くぞ。おはようございますよし、まあみんな絆とか行くんでしょうね。俺は今日はもうバラエティーよ、大好きな機種で行くから。空いてるから、空いてるよね、さすがに。ゼガこれよ、これゼガペン打つよ、面白いからね。まあこれで今日はしっかり勝負勝っていきたいと思います。はい、じゃあゼガペインの方打っていきたいなというふうに思います。もう大好きな機種の正体はこれ、もうこれもう本当スロットの中で一番好きなんですよね。めちゃくちゃ面白い、熱い2ゲームよ、もうほんまに面白いから。まあな、何がおもろいかっていうのをまあ説明できたらなっていうふうに。熱い熱い熱い、エンタングル猫ちゃんを捕まえろ。まあこれで、ね、当たれば静の覚醒ゾーンと、まあ静の覚醒ゾーンってのがチャンスゾーンのこと、まあ、それがめっちゃ、おー見て、おいといといと、はいよ、そのレア役から静の覚醒ゾーン今クリアしていくんですけど、これがあの設定差あると。で、まあ、ちょっと待って、早いな。静の覚醒ゾーンっていうのが、大当たりを持ってくるチャンスゾーンですね。まあとりあえずやってみよう一回。これね、あのね、ここに4つあるんですけど、これがレベルアップしていくごとに恩恵が変わってくる。で、大体1個上に上がっていくのが 33% ぐらい。まあなんで
まあ33%を4ついければ最大の恩恵が受けられると。行こう。まあもちろんレア役を引けばレベルアップしやすいですし、レア役引かんでもレベルアップすることがある。でこの時にレベルアップすればいいと。まあこれで僕攻略法知ってるんですけど、まあまだやらんときますね。あまりにもちょっと効果が強すぎるんで。いいね、行こう行こう行こう。はい、このチャンスゾーンがめっちゃおもろいのよね。あーまあ弱いなと。まあこんな感じ、これ今外しちゃったんやけど、まあこんな感じでレベルが上がればもうその時点で大当たりは確定、リザレクションチャンスが確定で、さらにレベルが上がっていくことに、まあ、AT だったりセブンインパクトだったり恩恵が変わってくると。まあ本当古い台なんで今更なんですけど、これはもうめちゃくちゃ面白いからね。これヤマサの黄金世代を担った機種っす。ヤマサちゃん、ありがとうございます。何ですかこれ。エロ本じゃないですか。好きですよね。え、好きですよね。大好きなんですありがとうございます。これ映せる、映せるかな、わかんない。まあ袋越しなんですけど、まあちょっとエロ本ですね、これ。エロ本と、あ、メビウスの1ミリありがたく吸わせていただきます。まさか一発目の差し入れがエロ本やとは思わんかったっすわ。外れちゃったしね。まあでね、このエイパンクラブ工房通り店でなぜバラエティ打ったかというと、僕撮影以外でも一回来たんですよね。その時にこのゼカフェインで5000枚出したんで、まあそれも理由の中の一つですね。うわ、これチャンスリップ B じゃない。このチャンスリップ B ってレークはめちゃくちゃ熱いっす。もう多分何かしら本当に当たってる。ブリスベルク VS コブラル、まあここは外れ、あ、当たった。チャンスリップ B はマジで強いんで。で、この音、この音がたまらんのよ。267ゲーム、ちょうど投資1万円いこう。で、リザレクションチャンスね。これが大体100枚取れる疑似ボーナス。まあ、この第30ゲームもらえるんですけど、この30ゲーム間に7揃いさせる、222分の1ぐらいで7揃いするんで、それをさせるか、レア役とか引いて、さっき言ってたゼーガシステムに入れるか。勝手に揃うんすよね。ペペペ。あのね、この勝手に揃うのをね、初打ちの人はみんな多分戸惑ったと思いますよ。ああみたいな。まあここでは本当に7揃いをさせることだけイメージ。熱いカットインとかあるんでそれ見せたいな。いけよ、俺。まあもしかしたらこの消化中にゼガシステムに入ってるかもしれないんで、でそのゼガシステムに入ってるかもしれない期待度に設定差があると。まあトータルでなんですけど、だいたい6やったら 25% ぐらい期待できるんじゃないかな。まあ終了画面にも振り分けあるんですけど、まあそれは気にしなくていいっす。90枚
こっからがもしかしたら税価システムに入ってるかもよっていう状態ですね。まあ今のリザレクションチャンスじゃ多分ほぼないと思いますけど、まあシズの覚醒ゾーンのね攻略法はね、まあ、めっちゃ攻略できるんですよほんまに冗談抜きで。でもまあもう本当やりすぎたらできんくなっちゃうかもしんないんで、まあ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 今はやめとこうかなと、まあもうちょっとして当てやなあかん場面でやろうかなと。おお入った、静の覚醒ゾーン入った、もう使っていい攻略法いいかな。いやでも出禁にならないですかね、まあいいか。これ本当に効果あるんですけど、ここに静のパネルあるんですよ、これが、じゃあごめんなさい、これをここね、股間の部分をめっちゃ擦るんですよ、ほんまにほんまにめっちゃ擦りながらレバー叩くんですよね。ほんなら 80% ぐらいで解除します。たまにおっぱいとかもね、え、ほんまやでほんまやで、これほんまに解除できるから。行かせるイメージで、いける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 、はい来たー、これがこすりの力よ。もうほんま5とレベルっしょマジで解除率上がるからやってみて、できんくらってもしょうがないからな。じゃあ行こう、こっからが今もしまだレベルアップできたら、じゃあ、シズの、あ、ごめんなさい、リザレクションチャンスの 1G 連もらえると。あ、リプレイか。さあ行くわよ、ほんまに強烈やからこの擦るやつは。まあ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 、リザレクションチャンスだけ、今のはちょっと僕のこすりが甘かったっす。まあでもちゃんと解除できたでしょ、これほんと強烈やから、みんなもほんとやってみて。71ゲーム、リザレクションチャンス、揃えようなら。いやもうそんなんじゃなくてね、もっと面白いところを早く見せたい。もう今んとこあんま、ここから上だけ見てたらケロットとあんま変わらんからね、マジで。100枚の疑似ボーナスが当たるケロットや。この台天井マジで行きにくい台なんで、1000ゲームのところで絶対鈴の覚醒ゾーン入るようになってるんですよ。スーパー天井ストッパー搭載してるんで、まあでも天井行けたならばめちゃめちゃ強い恩恵がもらえる、フリーズと一緒の恩恵。5人目の選手、もう僕の財布の中にいる選手が全員旅立ちました。マジで天井行くか行かんかで全然違ってくる今後のやる気というか、まあ財布の中身的にもね。あ、澄み渡る名刺をいただきました、ありがとうございます、ありがとうございます。わざわざ瀬戸の方から来てもらったら、来てくれたらしくて本当にありがたいです。全長中断忘れてましたわ。でももう今なら外せる気がする、こんなもん余裕で外してやるわ。もうマジか、やばいな。いやでも大丈夫、スイカなら大丈夫、スイカなら外せ。おい、ふざけんなよおい。スイカなら外せる、大丈夫
よし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 、もうこれ今外れた時点でスイカはもうほぼ当たってなかったってことなんで、いける、余裕よ、こんなもん外したるわ、何が沈のじゃ、何が沈の学生ゾーンじゃ、こんなもん当たるわけない、いけるいける、はい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 、オーケー、はいはいはい、よっしゃよっしゃ、あぶねえ、1151ゲームもうレア役引くなよマジで、この台で天井行くのってマジでフリーズ行くぐらい難しいんじゃないかって俺は思う、だから逆に引き強いんじゃないこれは、でも油断すんな俺、集中しろ、研ぎ澄ませ、クソみたいなレバー音、クソみたいなリプレイとかもうベルとかばっかり引くレバー音、あ、入った、多分これ天井到達したよ、ちょっと5万全部飲まれた、ちょっと野口先生入れます、多分1280ぴったりでいくパターンかも、アルティールの今1268、だって俺レア役何も引いてないもんな、ちょっとパニックってんねんけど大丈夫やんな、あと10ゲーム、あと4ゲーム、これが一番熱いやつ、これいったやろ天井、79 1279、で復活パターンかな、あで復活でちょうどぴったりいったー、よっしゃー、ぴったり1280ゲーム、よかった、マジでほんまに幾多の壁を乗り越えてきた、こっからよ俺の反逆は、とりあえず昼飯で体力を回復させよう、かなり体力使った、勝ちでしょこっから、敗戦ですよ俺の、いやもうでもね、マジでまくれると思う、投資が5万1000円でしょ、2500円でしょ、また見てください、わかるでしょ、初でしょ、普通に逆、いやほんまに逆転するよ、全員のポテンシャル見せれると思う、だって、だって天井恩恵、リザレクションチャンス、セブンインパクト、リンネシト、エンディー、こんな天井ある、こういう人と一緒っすよ、はい、リザレクションチャンス、5連、5連なんてしょぼしょぼ、80% 確定してるんで、頑張るな、まず20連ぐらいはしたいな、正直マジックの名前にあるじゃないですか、80パターンで変化20連したら、だってリザレクションチャンス1回で100枚取れるでしょ、20連したら2000枚出るでしょ、でその間に7ドローするでしょ、残り500ゲームからスタートするでしょ、グラッチやったでしょ、ね、まあ後半楽しみにしてください、マルゲンの卵チャーハンはこうやって混ぜて、ゼーガの天井マジ強いから行ったことないけど、はい、じゃあ休憩から帰ってきました、その時になんか3人組の仲良さそうな方たちから味噌汁で、味噌汁のセットもらって、あとこれ米いやこれ本当割とマジで嬉しい、ありがとうございます、おめでとう、あとなこれやめられないニューハーフ10枚組、これは本当もらっていうのもあれやけどマジでいらないっていう、そうでも気持ちはめっちゃ嬉しい、ありがとうございます、よっしゃ行こう、天井超強烈やから、まずはリザレクションチャンスかな、
よし、ああ、おはようございます。わざわざ来てくれて、ありがとうございます。じゃあリアルゴールドをいただきました。ツイッターで絡んでくださってる方です。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、アイコスめっちゃ好きなの。 ありがとうございます。ここから行くよ。まずはリザレクションかな。違う、まずセブンインパクトや。よし、行こう。行くよ。このウィンウィンの継続率とこれの継続率、2つあるんで。いやー、弱い、くそ弱い。続いてくれ。まあしょうがない。こっからボタン押せやんと復活することもあるんですけど。で、今からリザレクションチャンス。めっちゃずれてる、めっちゃずれてる。で、これが終わってからリン熱唱。ここで7揃いさせよう。40ゲームは少なすぎる。リン熱唱ね、やばいよマジで。よし、こっから 80% でリザレクションチャンスがループする状態になります。いきますよ、めっちゃかっこいいから。これがなかなか見れないのよ。 80% やからね、バコバコ続けるよ。禁物とかたまに出るんですけど、弱い、やばいかも。でも大丈夫やろ、 80% やぞ。つえ、いける、いけ。たぶん勝った勝った勝った。舞浜オーシャンシャイニングパンチを見せますわ。オーケー、とりあえず1回突破でリザレクションチャンス。めちゃくちゃ強烈やから。これが天井からやったら 80% が確定してるんで。で、まあこのリザレクションチャンス中にいっぱい7揃えて初期ゲーム数いっぱい持ってスタートさせようっていう感じやね。こっから集中、気持ちで負けんな。 80% 余裕やぞ。いくで、いけるいける、いけるいける。アルティール、お、舞浜、いやー弱いな。オーシャンシャイニングパンチかなんかたまに出るんですよ、それを見せたい。いける、 OK。 でもう一回継続と。なるときもあるよ、なるときもある。2年目、狙え。まあちょっとね、 AT 性能がこの台弱いんで、ここでやっぱ大きく乗っけときたいんやけどね。よし、行こう、3回目、いける、よっけ、オーケー、オーケー、気持ちいいなんで確定ですね。これ舞浜シャイニングオーシャンパンチ、名前がヤバすぎる。よし、運命の5連目の勝負、555や、すげえ。いくぜ、しゃいくぜ。ここでボタン押せんのか。いけるいける、きょうちゃん、やばい。
頼む、きょうちゃん。よし、負けた、負けた。千葉県民をなめんなって言ったのに。うっか、うわもう最悪や。しょっぽ。 5セット、バトル5回ってことは 4セットね。で、T40 から始まるでしょ。これかなりしょぼいわ。まあじゃあ行こう。あ、ごめんなさい、最初の30も込みやから70ゲームからスタートっすね。ほらもう最低記録っすわ。もう迷わない、止まらない、目覚めた僕のプレッシャー。やばい、何事もなく終わるのはやめよう。1セット目778枚で、こっからがゼーガメインの面白いところ。内部的にもしゼーガシステムに当選していたら 9.5 分の1で引き戻す。行こうで、転落抽選がリプレイとベル引いた時の2位転落抽選するんで、リプレイとベルさえ引かなければ永遠に続くと。まあゼーガシステムにいればね。現在22ゲーム。これやばいかも。抜けてるか入ってないかどっちかよね。今27ゲームやばいね。嘘でしょ、天井行って778枚。そんなバカなことあるか。これもなんか普通のエースやもんな。こっからまだ天井目指さなあかんの。心折れたかもしれへん。何がゼガシステムや、どういうことや。 9.5 分の1で引き戻す。クソみたいなキャッチフレーズや。いや好きなんやけどね、好きなんやけど勘弁してくれよ。いった、もうやめようと思ってたから。もうここで当てよう。愛のこもったレバーオン 50% いけるやろ。時間が止まったわ今僕の中で。デカプッシュって外れるもんな。出てくんなよ。じゃあいけ。よっしゃあ、なんとかギリギリ251ゲームイザレクションチャンス確定。こっから 1G で AT セブンインパクト行こう。もうね、これコスローが何しようか関係ないから。股間の部分をめっちゃ擦るんすよ。めっちゃ擦りながらレバー叩くんすよね。 80% ぐらいで解除します。活かせるイメージで。はい、来たー。これが擦りの力よ。マジで解除率上がるからやってみて。ほんまに強烈やからこの擦るやつは。これ擦ろうが何しようが関係ないから。そんなんでね、レベルアップするんやったらみんなやるわっちゅう話ですよね。頑張ろう。ハートが折れるわ。
何カミチェ代行代行あ、マジでちょっと今代行頼まれたんで行ってきます。何のやつ何のやつや人気解放の何紹介以来来たんで、まあ、まあ個人的に200とかのけたことあるんで余裕っすよ。何ものけたらいいっすか。300で300求めすぎ。まあ行こう。え、赤やん背景。やばやば、これはやばいよ。怖い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 、いやな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 、びっくりした、殺されるところやった。オッケー、ちょっとレイク引くわ。はい、こういうのは本当リズムが大事だから。大丈夫大丈夫大丈夫、ごめんなさいごめんなさいごめんなさい、マジで、いや恥ずかしい、怒られる。この高架機動隊朝鮮9回いいって、まあ中身分かんないどうかあれかは分かんないですけど、4000枚出てるやつ荒紙も積んでますね。横の偽物も超いい感じ、ずっと見てたんですけど羨ましい限りですわ。あの絆はね、あ多分当たりはこのないでしょうね。ここの2番目を3900枚出てます。ねマジハローっすね。ここの台と向こうの台が出てる、素晴らしい。まあでもやっぱりざっと見た感じ4台機種に1台はやっぱり積んでる機種がありますね。友がいいね。一撃かもわからんけど、まあでもこの台とかも2000枚積んでて、あーね、ちゃんとカチカチ君も持ってて逆押しで外れもカウントして外れもカウントして続けてるんで、まあ設定あるんでしょうね。言い訳は趣味じゃねえ。言い訳したいわもう。273ゲームリザレクションチャンス、どうせいいから、マジで直撃でしか当ててない、シズの覚醒ゾーンで当てれなすぎ。目押ししてるみたいでしょ。ゼガラッシュ、今まで税がメインで出しすぎたかもしれへん、そのツケが返ってきた。76枚きつすぎる。俺は税がメインがこんなことになるとは知らんかった。何事や、あれゼガシステム入ってるかも。ゼガシステムあったー、よかったー、ようやく入った。いやでも割とリザレクションチャンスからのゼガシステムは良さそうっすね。
まあちょびっとしか設定差ないですけど、ありがたい、ラッキーラッキー、マジでもうあと下皿100枚ぐらいでした。2000枚だそう、せめて明日の実践費ぐらいは稼ごう。ここからよしよし、ありえねーねえ。これ状態なんですけど、さっきの月ステージライブ的には引き継いでるんで、相変わらず水耕は熱い状態。終わっちゃった。さあ、サグッといこう。386、チャンス、おい、初めて見た、これはゼーガラーシ。早いと助かるね、通常時やっぱメダル減っちゃうから。よしよし、ちょっとずつ調子は上がってきた。おー、来たぞ、インパクト。よし、行くよ。はい、1000ぐらい乗れ、1000ぐらい乗れ、1000。いや、早いわ、よく狙って、オッケー、おい、行くよ、ガッラ、行け、いける。もう一回行こう、もう一回しっかり目押しやなあかん。あー、残念、80、まあ、上出来。よしよしよし、いい継続率や、いけるいけるいける。2000ぐらい乗ってほしいけど、はい、125、まあ上出来でしょ、まあ上出来。ようやく大きいゲームス乗った。やっぱセブンインパクト気持ちいいね。はい、ありえねー、10ゲーム行こう、残り153。よし、調子上がってきた。これで1000枚ぐらい売れるのか。もうホールから消えていく一方やけどね、この台は。やけど、パチスロ業界にこれほどまでの名機があったんかと。演出部門は1位っすよ、出玉部門は、まあ、やけど、さあ、AT 中のカットイン来た、これはめっちゃ熱い、まあ、揃わんこともあるけど、いや、もう揃ってほしい、気持ちで揃える。ごめんなさい、お騒がせしました。いや、熱いんやって、マジで熱いんやって、 AT 中にカットインは好き言ったよ。うわ、今もう血が逆流してるわ。いや、あれがまあシングルで揃ったら無限進化ゾーン、マジか。月のスイカやから 10% で100よ。さあ、 10% で100乗せってヤバくないっすか。え、実質中路線とか言うな、平均値で出すな。やめろやめろ、
夢がねえのかよ。よし1000枚オーバー。あとこれかける2するだけ。余裕よ。いやー乗らんなー。1009枚。ここから続けよう。ほら今日はどっちなのかな。今日ベル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 。あーいい。ありがとうございます。買ってますか。いやー5万ぐらい行かれてます。悪い。ありがとうございます。ありがとうございます。リアルゴールドをいただきました。飲もう。早速飲んでエティ当てよう。うわー抜けたっぽい。上がるか。ちょっと中途半端やけど100の周期外したんでやめます。なんたる手だらくだ。本当にマイナスをずっと這いずり回ってました。お疲れ様です。 A パンクラブ工房通りでの実践終了。ゼガペインをね今日はみんなに楽しさ伝えるって言ってたのに、まず本当にそれがもう本当に申し訳ない。すいません。天井に行った情けない俺の姿、あ投資額までたどり着けなかった僕のね情けない姿を見せつけてしまう羽目になってしまったと。まあね本当ね、ゼガペインは本来もっと楽しい機種なんですよね。なのに僕はいいところを見せれなかったと。情けない姿ばっかり見せてしまって。皆さん本当ホールにあったら打ってみてください。本当に面白いです。まあでも今日ねたくさん差し入れもらえてということで、その前に、まあ、僕は出てなかったですけど、まあまあ横の左横の二三物語とかもかなりいい挙動してましたし、であとはどこやろな、まあ四大機種、まあ例のごとくあれですね、四大機種に一台はいい機種があったと。まあ毎月28日僕が来る日はもうずっとそれをキープしてほしいなって僕は思います。一般クラブの偉いさんこれ見てますか。まあみんな出てたからよかった。で差し入れの方なんですけど、まあたくさんもらえて、もうほんとさまざまなものをもらいました。エロ本から始まりの飲み物、エッチな DVD、 飲み物、軍手で最後米ね、米もらったらほんと嬉しいから。いや初めて、米はなかったね今まで。ほんとに渡される時になんて言うだろう、なんかこう持ってきてくれたんですよ、米をガーッつって。その時になんか磯丸さん大したもん食ってないんでしょみたいな、これ米食ってくださいよみたいな。でそのなんやろ、そのエッチな DVD のを渡された時にもなんかそのニューハグものやったんですよね。で磯丸さんこういうの好きでしょみたいな、俺の性癖知らんだろってね。まあいいんやけど、まあありがたいですね、どんなものでももらえたら。本当ありがとうございます。まあ、よかったら YouTube の方コメントしてもらえたらなと思います。ありがとうございました。ここだけの話言っていいですか。うん、俺は静の覚醒ゾーン絶対店長ボタン押されとったと思うんですよ。当たらんかったな。納得いかない。これ映ってる。おい止めろ。もらったやつは家で差し入れコレクションしたいと思います。死んでお前これ。おい